皆さんこんにちは、ママです。先日お寿司さんというベイブレードの動画をされている方がベイブレードとアルミホイルで戦ってたんですね。すると夜中でもバトルをしてもうるさくないみたいな感じでされてたんで、今回はアルミホイルでベイを作ってベイブレードと戦ってみたいと思います。どうやって回すのかとか、アルミホイルがどうなるとか気になることいっぱいあるんですけど、なんかお寿司さんの動画を見る限りではすごい楽しそうでした。じゃあ作ってみます。ゼノエクスカリバーにしよう。ゼノエクスカリバーにします。僕もするの。ジジジジ、喋りやった。やめてよ。リスク。分かれてる。結局これじゃあランチャーにはまらないので手回しで回すしかできません。ほら落ちちゃう。はい、普通のベイ回して、普通にお寿司さんがやっていたこの丸いアルミで戦うってやつの方が面白い。これじゃあね、手回ししても回らないんです。ダメやね、回せるようにしないとダメだ。小さいやつと戦ったら結構暴れるな。せーの。悲しい戦いやな。まあ、ここら喜んでおります。オーバーフィニッシュ。あ、これはもしかしてオーバーフィニッシュにならない。あ、負ける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 負けだ。あ、心が喜んでるのでこれでこれから遊んでいきたいと思います。お寿司さんありがとうございます。おお、すーから始まるスプレッド。おー、すー。 C はなんかあるの？ CY?ココロくんが作ったベイがこちら。はい、ブロッコリーみたい。